皆様こんにちは、なりわでございます。本日は12月の6日でございます。早いですね。もう12月になったと思ったらもう6日でございますね。もう12月に入ったと思ったらもう6日でございますね。あっという間にね、日にちが過ぎたり時間がね流れておりますけれど、いつもねだいたい今頃の時期になるとね、もう2020年終わりでございますからね、さた1年の総仕上げとして、いろいろね、来年のことも考えて、まあ、今から来年の話をすると鬼が笑うなんて、申しますけれどね、だけど、まあ、仕事面といいますか YouTube とこれから私の配信ですねをどのようにやっていこうかと、今ちょうどこれからいつもの時期に考えるようにしてるんですけれど、私はねあまり過去のことはね普段は振り返りません。日々こまこまと過去のことは振り返らないんですが、年に2度ほど半年に1度ぐらいのね割合で、うわちょっとお待ちください、これすごいですよ、すごくないですか、身がたわわになって真っ赤ですよ、すごい、わあこれすごいね、ちょっと一枝欲しいね、これすごい綺麗はい失礼いたしました余談でございましたね。あまりにもちょっとすごかったので、ね、見事でしたね今年。何なんでしょう、ちょっと話横道にそれますけど、いろんなお宅のね果物の木、みかんやら何だろう、柿とか、はい、ね、なんかもう鈴なりですね今年ね、なのでちょっとびっくりしておりますけれど、はい、すいません余談でございましたでね、まああまり普段は私はね過去のことは振り返らないタイプなんですが、何か年の節目といいますかね、何かあった時にはきちんと立ち止まって過去のことをっていうか今年1年を振り返りましてね、どうだったのかなということでね、反省も踏まえていろいろ考えたりいたします。普段は本当にしないです。なぜかっていうと、あまり日頃からね過去ばっかり振り返っていると前にね進めなくなるからですね、なので普段は思いっきり一生懸命頑張って前に突進するじゃないですけれど、前に一歩ずつ、まあ、頑張って進んでいくということですね。で、まあ、半年に一度ぐらい、まあね、年内の今までのことをちょっと踏まえて、考えて、反省もね、含めていろいろ考える今がちょうどその時期でございますね。でね、今年はですね、私念頭にお話ししてたかもしれないんですが、ものすごく今年は私はね変化の年なので、いろんなことを変えていかなきゃいけないということをずっと思っておりまして、そんなお話も確かね、させて、ライブか動画かどちらか忘れましたけど、そんなお話をねさせていただいたと思いますね。でね、渡れるかな、横断歩道 OK ですね。でね、そしてまあね、年が変わりまして2020年になりました。で、自分の中では本当にいろんなことを変えなきゃいけないという思いで、頑張ってきました。ところが年頭に入ってちょうどですね、このコロナ禍っていうんでしょうか、思いがけないことにね見舞われまして、本当にもうなんて言うんでしょう、今年はことごとく思い通りにならない1年でございましたね。本当この1年間試行錯誤ずっと悩んで、なんか進んできて頭のあちらにぶつけ、こちらにぶつけたりしてね、そんな感じでね、頑張ってきたんですけど、
本当今年はことごとく、なんか思い通りにならず、まあ本当にしんどい一年ではございました。でもね、あのおかげさまで私運がいいことに、そんな中であのツイキャスライブにやろうと思い立ちましてね、そこで今年の4月十何日だった4月の半ばからツイキャスをやるようになりました。まあ、それの出会いでまた新たな新しい、リスナーさんが増えてきて、でそういった方たちが YouTube にチャンネル登録をしてくださって、そしてね、あの少しずつ盛り返してきたと言いますか、まあでもね、今年は牛歩のごとく来年2021年はね牛年なんですが、今年はねネズミ年のね十二支の始まりの年でもあったんですが、まあ大変な一年でございました。これはもう私だけじゃなくてね、皆様方も同じ思いをされたんじゃないかと思うんですけれど、でもまあね、そんな中でも、ね、一生懸命頑張っていればなんとかなるもんです ね、ね、で YouTube の方ではまあ今は週に一度ぐらいしかねライブをしませんけれど、やっぱり YouTube は何と言っても動画なんですよね、基本なので、やはり動画を頑張らないといけないという思いから、それとあのやっぱりツイキャスの方が素の私をわりかし出せるので、ね、気軽にできるということもありまして、でツイキャスにね思い切ってライブ配信はあの移してやることになりました。まあおかげさまで、そういったツイキャスの中でね新たな出会いがたくさんありまして、もう6年7年目でございますけど YouTube を始めてね、まあそんな中で、昔からずっと相も変わらず応援してくださってる方、そして、いつの間にかねお見かけしなくなった視聴者の方々もたくさんいらっしゃいます。でもどこかできっとね見てくださってるんだろうなと私は思っております。でね、あと本当ね YouTube の、 あのライブにはね新規の方があまり入ってこられないので、入りにくいのかなとか思ったり悩んでたんですけれど、まあそこは気にしないで、動画を上げていればそこで少しずつ新しい方がねコメントしてくれるようになりましたので、もう一からやり直すつもりで今私頑張っております。こういう時は何も考えないでもうね初心に戻って、コツコツやるのが一番かなと思っております。今日はね、ここ立川にあります玉川上水遊歩道というところをね歩いております。でまあ私はねまあ、たまたまね運がいいことに、ツイキャスというね配信サイトを、まあ、前からのカラオケだけのためにねあったあの配信サイトなんですけれども、そこをねライブ専用にするようになりまして、まあ、あのツイキャスとの出会いは本当に良かったなと思っております。これからも変わらずに YouTube の動画投稿とそして、ツイキャスライブ頑張ってね行こうと思っております。まあでね、
さっきちょっとお話ししましたけれどね、長年やっていますとね、本当昔からずっと変わらずに、本当にあの、なんだろう、さりげなく、それとなくコメントとかしていただいてね、あのツイキャスやら YouTube の動画にコメントをしていただきましてね、本当にありがとうございます。本当に感謝しかないですね。でまたね、新たな出会いもありまして、新たに来られた方々ね、応援してくださる方々、本当にありがとうございます。そういった方たちは今後も大事にねしていきたいと思っております。私もね、結構あのなんだろう、我慢強い方なんですけれど、意に沿わない、なんて言ったらいいんでしょう、その配信の内容とちょっと方向違いなコメントをね、ずっと連日されると結構イラっときます。これはもう私だけじゃ、正直なところね、しますよ。これはまあ私だけじゃなくて他の方も同じだと思うんですけど、これはもうね、配信者たる悩みの一つでもあります。だからね、そういった方々にも、すべての方に対してね、心よくね対応したいんですが、私とて人間ですからね、全部が全部いい顔はできない時もございます。そういう時はお許しくださいね。正直にやっぱり嫌なものは嫌と言いたいんですよね。まあでもね、なんであれ、7年よくぞ続けてこられたなと思っておりますけれど、まあこれからもね、まあ私常日頃言っておりますけれど、まあ、ずっとね、命ある限り配信とか YouTube 動画はね続けていきたいと思っております。まあ私今ね75歳ですけれど、まあ他の方がご覧になって、75歳の人がね、こんな風にいろんなことを頑張ってるだなぁと感じてくださって、じゃあ私も何かということでね、何かの皆様のきっかけにねしていただければ良いかなと思っております。ここね、普段はあまりね人がいないんですが、今日何曜日でしたっけ、土曜日、日曜日だからでしょうか、結構な人がねお散歩してますね。じゃあちょっとね、休憩所に着いたので、こちらでちょっとコーデなんかをね、今日のコーデを撮っていこうかと思います。私向こうの道をねずっと歩いてきて、そこから入ってきまして、ね、こう一休みできる公園、いつもの公園に着きましたので、こちらでちょっとね一休みしてコーデなどを撮っていきたいと思っております。
いつもなりわの動画を視聴していただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。なりわでございました。では。こんにちは。こんにちは。